はい、ということで、今回も引き続き菅選手に、来ていただいているということで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はフリーキックと、2本目、菅キャノン対決。菅キャノン対決、菅キャノン対決、これ菅キャノン対決っていう、もう噛んでるからダメでしょ。負けでしょ。このボレーシュート、最初フリーキック、最初フリーキックやって、その後菅キャノン対決ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ俺負けてる俺から選んで、高校で弱気だな。1本目いいよ。これは勝つよ。確かに。2本目PK になってるわ、ほぼ。3本目挙手でやられてますやん。おい、頼めって、俺の勝負もかかってんだからさ、止めてくれや。あれまずいじゃないか、これ。ね、挙手ができないけど、コントロールいけるんだよ。ラスト5本目。この角度取れないから。うわっ！やばい！全部決まるやん。簡単だってことだわ。しゃ、電気。大丈夫、本当に大丈夫。大丈夫だって。一本で外したら終わりで。心理戦。心理戦。一本で外したら終わりで。決めます。いやだ。いやだ。ちょっと待って、これいけるかもしれないね。うん。これはでもさすがに、キーパーがかわいそう。内側が決めて当然みたいなのがあるからね。決めて当然で。技術の問題で。何ですか？1戦目のフリーキック対決は惨敗ということで。何本取りました？ゼロです。まあでも、こっからですか。まあこれで実質、前の動画と出したらまあ、そうだね、ポイント制で言うと1勝1敗。で、次、ラストの試合。菅キャノン対決は僕対ここ菅くんと、あ、俺がこっちね、はい、ここと2対1の対決ということで、しゃ、チームチームっす。心強いっしょ。なんか嫌かったけど、しか合ってないやし、やめろよもう。一緒にやってきた仲だろ。まあ頑張ろう。クロスもやっぱ左サイドでつまがって上げてるイメージある。どっちもクロス蹴れるっすもん。まあね、うん、俺は全然言うよ。俺全然上げたことない。
立場逆逆や、ね、自信満々なんよ、J1 じゃないけどまあ強気でいかないとね、やっぱ勝負を取って、なんでも、うん、勝負と弱いじゃん言うな、それだけは口だけ全部負けてんだから、今はそれはキャノンもですけど、クロスの方もちょっと見てるよし、はい、3本決めたら勝ちで、俺が4本決めたらあれか、じゃあそれでよっしゃ、行こう。もうちょいこっち側から蹴った方が、多分キャノン対決終了しました。勝者菅&復帰チーム、しゃあ何としました、何点取った。いや、しっかり見届けたワンチームですから、ね、まあ、いいクロスね、いいクロス、ね、そうそうそう、クロス上げないと始まらないから、クロスのおかげでね、あ今あなたじゃないんで、あ、ちょっと待って、いや、やっぱ菅キャノン対決するだけありましたね。いや、ほんとそう、ミートエグだった。いや、わざわざありがとうございました、練習。ありがとうございます。もう毎年やりたいって言ってたの。うん、ずっと言ってたの。やっとかなって。いや、でも、今度はね、ちゃんとしたゴールでやっぱりやる。そうですね、JK、ね。確かに。SNS ね、概要欄に、貼っておくんで、フォローよろしくお願いします。ミートのコツありますか？ミートのコツ？はい。ボールをしっかり見る。ボールを見る。以上ですか？以上。練習。以上、しっかり見て。クロスは、クロス結構教わるのは狙いすぎない、あ、ここら辺中の選手に狙いすぎない、あ、なるほどね、アバウトな感じで入れ
った方がなんかいいボールがだけど、まあ上手くないからね。いや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 、クロス何とも言えません。J1 でやれないっすよ、上手くなかったら。